塩塩村村君、はい、立憲民民主社民の塩村でございますすはよろししくお願いいたしますえまずあの通告をしていないんですが、小倉大臣、申し訳ございません、一問質問をまずさせてください。きのうの夜、まあ、びっくりしたニュースを見ました、産後のパパ育休です、実質10割に給付引き上げということで、まあ、なぜ男性だけなのかという、まあ、怒りと驚きの声が、まあ、ネット上に広がっています。 出産した女性は休業前賃金67%に据え置かれるということで、これはおかしいのではないかと、まあ、その後です、ね、男女ともに引き上げるというニュースも出てきているんですけれども、まだちょっと確認が取れていません、教えていただきたいというふうに思っています。まさか男女で、まあ、育休給付に差をつけるということはないと思うんですが、念のため、確認をさせてください小倉国務大臣。 今、塩村委員がご指摘いただいた報道があることは承知しておりますが、あの現時点ではあの個別の政策について述べる段階にはないと考えております。まあ、ただあの、日本の場合、家事等の無償労働の割合は、男性に比べて女性は5.5倍と非常に高く、家事・育児の負担が女性に偏っていることや、仕事と子育ての両立の難しさが大きな課題の一つとなっているという認識もございます。まあ、こうした中で 父親が育児をすることは、母親の子育て中の孤立感や負担感、仕事と子育ての両立の難しさが軽減され、子どもを産み育てたいという希望を叶えやすい環境につながるものと考えております。まあ、そうした中、総理からはです、ね、働き方改革の推進とそれを支える制度の充実を柱の一つとすることを指示として頂戴しておりまして、まさに検討しているところであります。なおです、ね、あのまあ、男女であの差をつけるという報道があるがということでありますが、 あのまあ、一部の報道では、あの育休の給付率を男性のみあの引き上げるとされておりますが、あの私どもとしてはそのようなことが適切であるとは考えておりません塩村彩香君、はい。ありがとうございます。非常にあのよかった、ほっといたしました、ありがとうございます。で続きまして、まあ、通告の方の質問に移ってまいります、秋元政務官にお伺いをしたいと思います。 政務官がですね、1人の秘書、公設秘書の給与で、2人分の人件費を賄っているとの週刊誌報道の件でございます。予算委員会でも取り上げさせていただきまして、その続きになります。このスキームは、公設秘書 A 氏が、ABC の A 氏が、業務委託を C 氏に行 ABC の C 氏に行いまして、まあ、C 氏は秋元政務官の下で働いているというものです。まあ、ここでポイントとなってくるのが、業務の監督、指揮監督権なんですね。 報道では、ショートメッセージを利用して、政務官が細かく指示を出す様子が報じられています。まあ、先週の予算委員会で、志位とのやり取り、提出をしていただくようにお願いをいたしまして、政務官からは、調べられる範囲の中で真摯に対応をすると、まあ、そういうご答弁いただいているんですが、まだ回答をいただいていないと思います。どののようになっていいいるのかご説明をお願いいたします秋元外務務大臣政務官 あの理事会の協議事項になっているというふうに思います塩村綾香君提出はいただいていないということですか秋元政務官理事会の協議事項だというふうに思います塩村綾香君提出はいただいていないということですか真摯に対応するというふうにご答弁をいただいています秋元政務官 我が党の国体と御党を含む野党の国体、そしてそれぞれの理事が協議をしているというふうに思います。塩村らあやかが法は求めているんですけれども、まだ出してい,いただいていないということでよろしいですか。秋元政務官。理事会の協議事項だというふうに思っております。おむらだめなことじゃないか,ですか。 気を止めてください。 秋元政務官あの理事会の協議中ということでございますので、何かしらの結論が出れば、それに答えてまいりたいというふうに思っております塩村綾香君はい私、昨日も夜、ずっと待ってたんですね、で後ろにあの予算の理事、いるんですけれども、要求してるんだけれども、秋元さんが出てこないというふうに。 聞いていいいてるというお話でございます私も同じことを聞いています、改めてお伺いいたします、真摯に対応いただいているでしょうか秋元政務官あの。塩村委員とのです、ね、予算委員会でのやり取りの中でも、私は再三、違法性はないので、指針も含むため、お答えについては差し控えたいと、何度もお話をしたというふうに思います。でその中で委員から 再三にわたり要求がございましたので、えー、対応する、真摯に対応してまいりたいと、答弁にもそういうふうに残っているというふうに思いますけれども、まあ、その中でその結果、理事会の協議事項になったわけであります、まあ、しかしですね、私は予算委員会で述べたとおり、指針も含むものであり、回答についてお,控えお答えを差し控えたいというのが、今でも同じ考え方でございます委員長塩村彩加君。はい あの政務官は最後にこうおっしゃってんじゃ調べられないのか、真摯に対応するということで、私は理事会の方にお願いをしました、理事会で受けていただいて、私、待ってたんですね、一緒に理事いますけれども、出してこないという話になっているわけです、これ、本当に真摯にご対応いただいているのか、ものすごく疑問です、時間がないので、次に行きますが、きちんと出していただきたいと改めて申し上げておきます。ちなみに指針を含んでいるって、指針とは一体何ですか。 秋元政務官指針は指針だというふうに思いますけれども、業務の指示以外のものも入っているということでございます塩村綾あやか君。める、個人的なやり取りもあったということでいいですかねあの、2021年衆院選前、7月、10月、連日細かい指示のやり取り出していますよね。まあ、50ぐらい私手元に あ,のあるという方とちゃんとお話をしておりますし、この C さんご本人とお話もさせていただきました、しっかりと対応された方が私、いいというふうに思います。で、ポイントは労働者制なんですね、資料の1をご覧ください、労働基準法9条では、事業または事務所に使用されるもので、賃金を支払えるものというふうになっています。 週刊誌報道に掲載されているショートメッセージだけではなくてです、ね、私、今お伝えしたんですけれども、独自に入賞しているショートメッセージにも、まあ、選挙時を含め、事細かに C 氏に指示を出していることが判明をしています。お仕事の依頼や業務従事の指示に対する脱費の自由の有無、業務遂行上の監督の有無、拘束性の有無、代替性の有無は、指揮監督下にあったという証明になるわけです。 まあそうしたショートメッセージは、政務官と C 氏でやり取りをしているものということにだと思うんですが、今、私の話している内容で間違いがあれば教えてください秋元政務官。C 氏が、私が C 氏に直接、業務指示をしているメールがあるだろうというご指摘でございます、まあ、それはあるということは、果実にも認めておりますけれども。 しかし、C 氏はですね、委託者である小林 B 氏にもですね、随時業務の報告や相談をしているということを確認をしております。C 氏が私の秘書であるということであれば、私への報告に加えて、B 氏への報告は不要なのではないかというふうに思います。C 氏が B 氏に報告や相談をしているメールを紹介していないようでありますけれども、 実際には B 氏は随時 C 氏から業務の報告や相談を受けていたというメールを確認しております、実際、御党の議員が衆議院の方で配布をしようとしましたが、理事会と止められた資料9をご覧ください、その中に C 氏は B 氏に対して、何々何々を報告をしましたということが書いてございます塩村彩香君。 資料止められているのは、多分野党のせいではないですね、見てくださいと言われても、非常に困ってしまうわけですが、あの私、C 氏とお話をした中で、C 氏、こうおっしゃってるんですよあの、働いている間に業務委託を結んだものではなくて、まあ、これも報道されていますが、辞めた後に結ばされたという形になっているわけなんです、だから、つまり働いている間はですね、まあ、基本的に普通の雇用関係にあるということが、当然の考え方になってくるわけでございます。 ですから今、政務官がおっしゃったことは合理性がないどころか、ちょっと違うものに触れてくるんじゃないかなというふうに考えています。まあ、そもそもですね、業務委託、これ、請負いなんですけれども、請負いという中に業務委託が、業務委託という言い方の中に請負いというものが丸まって入っているんですが、政策秘書から受けて派遣されたと、そうおっしゃっているんですけれども、政策秘書の保管をの業務の保管をしているというのに、普通の秘書の業務を行ってですね、政務官の 事務所の秘書の名刺を持っているということに、まあ、これまだし申し上げているんですが、やっぱり激しい違和感があるわけなんです。本来、こういう場合は直接雇用をするべきなんですね。労働基準法24条には何が定められているか、賃金支払い5原則を簡潔に教えてください、厚労省厚生労働省大臣官房審議官、青山敬子君。 お答え申し上げます、大変失礼いたしました。えー、賃金支払い5原則とは、労働基準法第24条に規定される、賃金は現金で支払わなければならないとする、賃金通貨払いの原則、賃金は直接労働者に支払わなければならないとする直接払いの原則、賃金はその全額を支払わなければならないとする、全額払いの原則、えー、賃金は、 毎月1日から月末までの間に、少なくとも1回は支払わなければならないとする毎月払いの原則、最後に賃金の支払い期日が特定され、かつ周期的に到来するものでならければならないとする一定期日払いの原則を言います塩村彩加君、はい。ありがとうございます、そのとおりですね、普通にもうあの雇用実態としては直接雇用しなくてはいけないのだから、直接賃金は審さに支払われなくてはいけないわけです。 まあこの問題は本来公設秘書として雇用されて賃金が支払われるべき C 氏ですが C 氏に支払われず政策秘書として登録をしている弁護士資格を持つ A 氏に一旦全額払われているところに大きな問題がございます続けてお伺いいたしますご原則に違反をした時の罰則を教えてください厚生労働省青山審議官お答え申し上げます 今ご説明しました賃金支払原則が書かれております。労働基準法第二十四条に違反した場合につきましては。当法第百二十条第一項において。三十万円以下の罰金に処すると定められております。塩村彩や君。はい、ありがとうございます。そうなんですよ。ちゃんとこれやらなきゃいけないことを政務官やっていなかったということに。なるんです。あの。それだけじゃないんですね。実質的には A 秘書が。 秋元事務所に C 氏を派遣しているわけです、まあ、あの派遣しているということだという,ふうおっしゃっているので、C 氏ね、A 政策秘書が秋元事務所に C 氏を派遣していることになっているわけですよ、これ資料3をご覧ください、その視点で考えてみると、政務官の指揮監督下にあるわけで、これ、偽装請負の実態にも なってくるわけですね資料の4です A 秘書がまあ、派遣事業届を出していないのでこれは適用されないということなんですがこれ厚労省とお話したんですがまあ、厚労省の資料ではまあ、この形態は違反であると、まあ、明確に書いてあるんですまあ、実態としては激しいこれ脱法状態にあると言わざるを得ない状況だと思いますまあ、そこで厚労省にお伺いいたします偽装浮合の問題点は何でしょうか 厚労省東京労働局に分かりやすい説明がございますのでそれを教えてください青山審議官お答え申し上げます東京労働局ホームページのご指摘の箇所におきましては偽装共有は 労働者派遣法等に定められた派遣元、派遣先、括弧で受託者あの、発注者と書いてありますが、のさまざまな責任が曖昧になり、労働者の雇用や安全衛生面など、基本的な労働条件が十分に確保されないということが起こりがちですと記載されております塩村綾香君。そうなんです、働いている人が守られないんですよ、資料4の1、ご覧ください。 まあ労働者の雇用やまあ安全衛生面など、基本的な労働条件が十分に確保されないわけです。まあ、C さんはお聞きしたところによりますと、月曜日から金曜日、朝9時から夜6時まで開館勤務をされていたと、選挙のときは違うんですが、まあ、うち2日間は午後から出勤をしていたということで、まさにこれ、今回のケースにあたるんですね。本来なら、社会保障も受けられる働き方になっていますが、C さんは受けていないというふうに、非常に残念そうにおっしゃっていました。 ここで政務官にお伺いするんですが、まあ、政務官、このスキームは違法でも脱法でもないという認識か、お伺いいたします。問題ないと考えるのか、お伺いをいたします秋元政務官。まだあの業務委託契約は請負いだというような前提に立っての質問だと思いますけれども、私はまあそこも少し法律的には違うんではないかなというふうに思います。でまたですね、ご質問のものは、公設秘書が自ら業務を保管させるために、 委託ししたものでございまして私とは契約関係がないので、まあ、前提が異なるのではないかというふうに思います。でその上で、あえて申し上げればです、ね、我が国は働き方改革を推進しておりまして、そのための法律が施行されております。国会議員も例外ではないんではないでしょうか。働き方の状況に応じて、働きやすい環境を整えるべきではないでしょうか。私は b 市から 先ほど先生は A 氏、A 氏とおっしゃってますので、噛み張ってませんが、今までずっと B 氏というふうに国会では申しておりましたので、B 氏にしますけれども、B 氏の申し出を受け入れまして、フレキシブルな勤務体系で採用をしております。業務上の主張は全くなく、問題があるとは考えておりません。で、またですね、B 氏と C 氏の間の契約についてのお尋ねも冒頭ありましたけれども、B 氏と C 氏の間の契約関係については、私は契約の当事者ではないので、詳細については、 象徴しておりませんその上で一般論としてお答えすれば学生契約ではないかなというふうに思います bc に確認したところ2022年の5月から6月ごろに c 市からの求めに応じて書面化したものというふうに聞いております塩村綾香君 すいませんこれまであの私がお話ししたこととちょっとかみ合ってない面があるというふうに思っています、これ、明らかにもクリアなケースで、こういうことがあるからいけないよねっていう形で、法改正重ねられているというふうに思っておりますし。 あの偽装請負いというか、その業務委託というのは、業務委託という法律用がないということなんですね、私はあの、厚労省にも確認したんですが、ですから、請負いという中でお話をしていかなくてはいけないという前提にも立っていただかなくてはいけないというふうに思っています、あのきちんとです、ね、対応していかなきゃいけない、本来受けられる社会保障であるとか、このあたりは受けられていない、働く人が守られていないということが問題であると私は申し上げているわけです。ですから B 氏とおっしゃいますが、私、最初、前提として A 政策秘書と伝えているので、A 政策秘書の働き改革働き方改革のためにですね、C さんのさまざまな面で問題が出てきていると、まあ、ここが語られなくてよいのかなというふうに思います、これ、非常に私、問題だというふうに思うんですね。いずれにいたしましても、このスキームは違法でも脱法でもないという認識でよろしいですか。 端的にお答えください秋元政務官、そのように思っておりますごめんなさい、ちょっと聞こえなかった、そのように思っております塩村君そのように思っておりますということですかね、はい分かりました。となればですね、このスキームっていうものは、私たち国会議員が使うことが許されるということに、政務官は政府の一員としてお考えですか。 秋元政務官使うか使わないかは別といたしまして、違法性はないものというふうに思っております塩村綾香君違法性がない、つまり良いということですか、私、これ、脱法だと思いますし、まあ、最初にお伝えしたところでいくと、そこはやっぱり法律に触れるところはあるんじゃないかなというふうに思うんです。改めててお伺いいいいたたします違法ででははないとということで私たちはこ私ちのスキームを使って 1>, 1人分の給与を2人分の秘書、2人分の秘書、雇うことができるのか、お伺いをいたします秋元政務官。C 氏は B 氏の、あ、A 氏のですね、A 氏の業務委託者であり、A 氏の業務を保管していたものでございます。その対価と労働環境というんでしょうか、委員がおっしゃるそういう意味での環境につきましては、B 氏が、 C 氏 A 氏ですね、A 氏が C 氏に対してということではない,なで,はないでしょうか塩村ら香君。それはやっぱりおかしいですね、最初の議論に立ち戻っていくわけです、直接的に指揮監督権のもとに置いていたわけで、あれだけ数多くの,、まあ、あの指示を出しているわけですよ。そそれれでで、まあ、委託というのであればそこがもう アウトになってくるわけですよねというお話をしているわけです私、これ、到底あの違法ではない、だから私たちが使ってもいい、悪いみたいな話の以前の問題だと思っているので、政府の一員としては、こうしたものはいけないというふうに言わなきゃいけないんじゃないですか、私はそのように思います、働く人たちをどのように守っていくのか、働き方改革、今おっしゃいましたけど、じゃあ、賃金は本当にそれでいいのか、社会保障、あの働き方で審査になくていいのか、ここはしっかりと政務官、受け止めていただかないと。 働く人たち困ってしまいます。これ非常に問題であるというふうに申し上げまして、秋元政務官への質問を終わりにいたします。政務官ご対していただいて結構でございます。秋元外務大臣政務官はご退席いただいて結構です。塩村あやか君。はい。続きまして高市大臣にお伺いをいたします。あの3月15日の予算委員会で大臣はまあ信用できないなら質問しないでというふうに杉尾議員に言い放ちました。 私たちの見ていて、本当に大変に驚きました。説明に納得できなかったから、信用できないという話になっている、で国民の大多数がまあ説明に納得していないというふうに世論調査で答えているわけですね、73%の人たちが。大臣には国会に出席をして、答弁をする義務がございます、憲法第63条です。答弁またたたはは説明のめめに出席を求められた時は 来なきゃいけないそして答弁しなきゃいけないことになっているはずなんですね私たちは納得できる説明を求めていたいます、まあ、ご答弁を切った経過納得できなかったということで杉尾さんはあのようにおっしゃったんですそれでも私たちに質問をしないでくださいというふうにおっしゃるんでしょうか高市国務大臣ああのまあ、私は、えー、これまで 本件に関してご質問をいただいたとき、衆議院でも参議院でも真摯にお答えをしてきたつもりでございます。でまあ、特に あのまあ、参議院の方であのご質問をいただいたときにです、ね、一、まあ、つずつ細かく説明をあのさせていただきたいということを申し上げたら、まあ、それは結構ですと、まあ、遮られてしまいましたので、す、ま、べ、あ、てをあの皆様に、まあ、きっちりとご説明する機会にはいまだに恵まれておりません、であの杉尾委員からあの私に対しては、もうあの私の答弁が信頼できないんだと。 えー、いうことをおっししゃられましたで、まあ、ちょっとそれはあの、まあ、言論の符でお互い真摯に、まあ、質問をして、真摯に答弁をする、えーまあ、その中で、えー、もう私、私の答弁が、まあ、一切信頼できないと、まあ、言われますと、まあ、それはあの答弁をしてもです、ねえー、信頼をしていただけないということになりますので、まあ、そのように申し上げました。 あのしっかりと呼ばれましたら、あの私は出てきて、答弁をさせていただいております。あの役所の公務よりも優先して、えー、国会には出てきております、それはご理解ください塩村綾子君あの。やっぱり言わざるをえないというふうに思うんです。質問をして、その結果に納得できないことというのは、多々あると思うんです私今、今、秋元さんの答弁、全然納得していません。 だけど秋元さんは質問しないでとは言わないわけですよね、答えようとはしているかみ合わないけれども、こうした議論は最低限必要ではないかというふうに思うんですが、高市大臣に改めてお伺いいたします、あの質問しないでというこの言葉はですね憲、まあ、憲法違反ですし、撤回しなくてはいけないのではないかと思いますが、撤回をしていただけないでしょうか、質問ができなくなってしまいます。高市国務大臣 あのそれでもあのお呼びいただきましたので私はずっと委員会の場に座りその後の質問にもお答えをさせていただいております塩村彩香君撤回をしないということでよろしいでしょうか高市国務大臣あの信頼できないということであれば質問されなきゃいいじゃないですかという言い方を。 いたし,ましたけれどもでもその後もあのもご質問をいただいて、えー、きちっと答弁をさせていただいております塩村綾香君すごく重要なところなんですよあの、与党の皆さんはもうその通りだって今おっしゃっていて、それでいいのかもしれませんが、私たち野党にとっては非常に貴重な機会です。 そういう,ふうに牽制されてしまうと非常に困るわけです。これしっかりと撤回をしていただいて、まあしっかり議論ができる環境を大臣には作っていただきたいと思いますが、改めてお願いを申し上げます。高市国務大臣。あの私はもうとにかく。 の役所の公務があっても、まあ、大切なあの会議があっても、国会に呼ばれましたら、えー、ずっとあの呼ばれている時間は座り、でまあ、あ,のあともですね、水曜委員から頂い,いたご質問には、一生懸命お答えをしております、その質問を、もうそれっきり質問をもうなさらないとか、なされないという状況を作ったとは考えておりません。 塩村綾香君あの撤回された方が私はいいというふうに思います。うん、憲法に書いてあることですし、答えていただく責務があるというふうに思います。納得できないという答弁はあるはずなんです、みんな。だけれども、質問しないでというふうにおっしゃった方は、私、まだちょっとここ、何年かしかいないですけれども。 見たことないんです。そんな中でもしっかり議論していこうよっていうのが、まあ、最低限この場なんじゃないかなというふうに思っています。撤回をしていただけないということで非常に今残念に思っております、はい。続けてお伺いをいたします。あの2015年5月20、12日の委員会答弁の前日まであの解釈補充の件を知らなかったということでよろしいでしょうか。高市国務大臣。 5月12日、えー、平成27年5月12日の参議院、えー、総務委員会の答弁につきましては、委員会前日の5月11日にあの夜、まあ、初めて担当課の案を見ました。あのですから、まあ、磯崎元補佐官と、まあ、担当部局はやり取りをしていたことも知りませんでした、それはそれで結構でございます塩村彩香君。 ととなると2月13日のレクは一体何をしていたのかという疑問があるんですが、大臣、お答えください高市国務大臣あの。2月13日という日に、えー、その情報流通行政局から私がレクを受けたのか、受けていないのかは明らかではございません。あのもうこれまで何度も答弁をいたしておりますとおり、まあ、当時ですね、あの 2月というのは、3月末までに地方税法改正案、地方交付税法改正案、NHK 予算案、国会でお求めいただかなくてはなりません、まあ、特に2月は、あのまあ、大体20日前後、毎年そうなんだろうと思うんですけれども、国会に NHK 予算提出する直前でございますので、まあ、そういった意味では、 あの予算に付する大臣意見、まあ、ちょうど与党審査などもされております、まあ、そこでずいぶん私もあの最初の、就任して最初の年、えー、の,の NHK 予算だったので覚えておりますが、ずいぶん自民党から厳しい、えー、ご指摘をいただいて、まあ、このまま国会に提出できるのかどうかと、まあ、そういった時期でございました。だからそのの NHK 予算関係のレクが まあ2月に、まあ、2月頃にあるのは確かでございますが、その日付については分かりません。まあ、ただ、あの今回の問題の本質っていうのは、その5月12日に私が行った答弁が磯崎元補佐官の影響を受けたものか否かと、まあ、いうことだと思いますので、えーまあ、それ、そうでないことを証明するために、まあ、昨日、あの3月16日にあの月、平成27年5月1一日、まあ つまりその総務委員会の前の日の夜に、答弁案を作成したかから、大臣室に送られてきた資料と、委員会前夜の私と大臣室のメールのやり取りをプリントアウトしたものを。 提出いたしました。これは参議院予算委員会に提出いたしましたので、もしもお求めをいただきましたら、本委員会にも提出をさせていただきます。でその資料をご覧いただきますとね、あの総務省文書にあるような、平成27年2月の時点で、その磯崎補佐官と情報流通行政局とのやり取りですとか、まあ、その約3か月後ぐらいですか、平成27年5月12日の参議院 議員総務委員会の答弁案など、この放送法の政治的公平に関するレクを、私を含む大臣室の3名が受けていないということは、よくお分かりいただける内容になっていると存じます。 塩村綾香君ここに手元にあるんですよね、私、読んだんですけど、そのようには取れなくて、ちょっとびっくりしたんですよね、まあ今日これ、私、取り上げる予定ではなかったので、あまり今多くは申し上げないんですけれども、あの逆にこれ、初めてそういう話を聞いたのであれば、こういう返し方しませんよねっていうふうに、普通は思うと思うんです、その日にレコを受けた、受けてないということは書いてないんですが、初めてそのときに聞いたのであれば、こういう返し方はしないだろうと。ただ つぼを押さえているというか、ここは問題であるというところが押さえてありますから、まあ、その、何度か聞いていて、これちゃんと答弁する前に確認するんだろうというふうに、普通は取れる内容になっているので、私は逆になんでこれを出してきたんだろうというふうに、き昨日見て思ったわけです。ちょっとこれは置いておきます、今日の私の,あのテーマではないので、置いておこうと思います。はい、でなんですが、次、資料の5をご覧ください。高市大臣レク、結果の文書についてというものです。2月13日ののレクの結果 というまあ原本ですね資料6なんですが、ここに記載のある5名ですね、三時官秘書官局長課長、西方さん、この方たちに聞き取りをしたのか、総務省にお伺いをいたします総務省大臣官房政策立案総括委員官武藤正人君、君お答えいたします。あの今、委員おっしゃられた5名の方に聞き取り等を行って、事実関係を確認を進めているところでございます。 塩村綾香君、はい、ありがとうございます、まあ、つまりですね、資料後、まあ、作成者、まあ、これ、判明してますよね、西方さんって書いてありますから、はいで、放送法に関するレクはあったと認識したというふうになっているわけですね、まあ、1の部分です、まあ、1、まあ、2の部分には、まあ、作成者と同様に記憶する者がいるということで、まあ、この時点ですでにあの5人のうちの複数がもう一致しているわけなんです。 で3は、個、ま、々、あここのレクの日付や内容までは覚えていないが、放送部局のレクがあったかもしれないというふうに、まあ、おっしゃっていると、まあ、つまりあの放送法の解釈の補充を含んでいるんですね、放送法の解釈を変えたじゃなくて補充を含んでいるということが、まあ、あのここにもやっぱり含まれているわけなんです。でオレンジの部分の下線なんですが、それをです、ね、総務省はこれは必ずしも一致していないというふうにしております。 つまり、まあ、聴取した人、誰一人として、文書の内容が事実と異なるという認識を示している人はいない、この文書からそう取れるんですが、それでよろしいでしょうか、間違ってますでしょうか総務省、お答え申し上げます。あのえー この資料でございますけれども、あのここに書いてはございますとおりあの、作成者によればあの、約8年前のことであって、記憶が定かじゃないけれども、同時期に放送法に関する大臣力が行われたのではないかという認識を示しております。一方で、えー、これもご紹介いただきましたが、同席者の間では同様に記憶する者もいれば、放送部局のレクが行われたことはあったかもしれないが、ここのレクの日付や内容までは覚えていないとする者がございます。 でこれらを勘案して、えー、この平成27年2月13日に、放送関係の大臣略があった可能性が高いというふうに、えー、考えられますけれども、まあ、内容についての認識は今申し上げたとおり一致しておりません。であのご指摘ございましたように、えー、事実とと異なると いうふうに、えー、認識していると、えー、ご指摘でしたけれども、そのように聞き取りに、えー、事実と異なると、えー、聞き取りに答えた者は承知しておりません。ただ、えー、繰り返しになりますが、内容についての認識は必ずしも一致していないところでございます。以上でございます。塩村彩君。はい、あの十分なご答弁になったというふうに思います。そうだと思うんですよ。認識が一致していないというのは、ここに書いてある通りだって言ってる人と。 まああのここに書いてあることは、レクはあったんだろうけれども、中身まで覚えていないっていう人の一致が見られないって、誰も否定していないし、ここに書いてあることを否定している人は誰もいないということなんです、5人に皆さん聞き取りした結果、やっぱりこういうことなんですよね、これがもう、ここの文書の私はすべてだというふうに思っています、非常に苦しい中で,で、ギリギリを探りながら答弁をいただいたことに、心から感謝を申し上げたいというふうに思います。 もう一問聞きたいと思います。あの放送法の解釈は変えていないということでよろしいでしょうか。武藤政策立案総括委員官、えこれまで松本総務大臣からごとめ申し上げている通り解釈を変更するという認識ではございません。塩村彩香君、はいありがとうございます。で後の部分の一番下の青い線の部分ハイライトの部分をご覧いただきたいんですが。 まあなおこの作成者および同席者のいずれも大臣のレクが、のこの時期に放送部局から高市大臣に対して放送法の解釈を変更するという説明,と説明を行ったとの認識を示すものはいなかったというふうに書いてあるんですね。これを見てあれと皆さん思うかもしれないんですけれども、まあ、私たちが言っている放送法の解釈とは変えたっていう話と、まあ、総務省と政府,さん政府が言っている 放送法の解釈を変えていないというのはイコールなわけなんですよ、あの左の上の囲みに分かりやすく書いているんですが、まあ、A は総務省の主張です、政府の。解釈補充は放送法の解釈変更ではないということなんですね。で、B は私たちの主張なんですね。解釈の補充は実質的に解釈の変更だという。 まあここに言葉のねじれがあるから、皆さん誤解をするんですが、まあ、つまり総務省はですね、解釈の変更と解釈の方法上は違うものを指しているというところがやっぱポイントだというふうに思うんです。わかりやすく言うとです、ね、窓の外を見ていただきたいんですけれども、例えば大きな白い気球が飛んでいたとします。A はですね、同じ気球を見ても、A はアドバタイジングバルーンだっていうふうに言います。でも私たちは偵察気球が飛んでるっていうわけなんですよ。 説明が異なっているということになろうかと思います。ここはやっぱりポイントになってくるというふうに思います。まあ、資料5にはですね。作成者及び同席者のいずれもこの時期にまあ高市大臣からえー、対して放送の方の解釈をするという説明を行ったものはいないというふうに書いているで、これを理事校に報告いただいているんですけれども、あの資料6ではですね。 あの決して放送法の従来解釈を変えるものではなくて、これまでの解釈を補充するものであったと、高市大臣にも説明したというふうに書いてあるわけなんですよ、だから解釈の変更の、解釈変更認識を持つ者はいないというのは当然のことが、ここの資料5の一番多いところに書いてあるわけで、これ、ものすごいあの、まあ、レトリックが満載の文章になっているので、読んだ人が誤解してしまうわけなんです。 つまりあの、解釈の変更の違う、解釈の補充というところがポイントになってくるというふうに思います。この解釈の補充について、えー、解釈の補充を説明したとか、もうそういう話をこの5月、ごめんなさい、2月13日のレクにしたという認識を示す者はいなかったわけですか。 武藤政策立案総括審議官あの、えー。お尋ねの点でございますが、えー、この文書に、えー、記載されている内容につきまして、えー、作成者、また同席者に聞き取る中で、えー、この時期に仮に、えー、放送法の解釈の変更という時期、えー、説明があったのであれば、それはあの。 私どもとしては、非常に重要な説明だというふうに考えておりますので、その点を、説明が仮にあったんだとすればということで聞いたところ、そういう認識を示すものはおりませんでした。で、他方、あの先生ご指摘の補充的な説明というところですけれども、こういう放送法の従来の解釈の説明があったかどうかという点につきましては、あのこの紙にもありますとおり、個々の内容までは覚えてないという者が、えー、おりますので、 ある意味、作成者と同席者で、必ずしも一致していないというところでございます。なので、そこのお尋ね点につきましては、現時点では正確にお答えするということは困難でございますことをご理解いただければと思います塩村彩香君、はい。今ので、割ともこうクリアになったというふうに思います。最初に申し上げたのが、あのこの1の部分ですよ。これ、書いた方はですね。 あの否定してないわけですよね、2の方は同様に記憶をしているわけです、それがこのままこちらの解釈の補充を行ったというところを肯定している人たちがいるわけなんですよね、これ、のものすごいトリッキーで、あの霞が関のレトリックが満載な文章になっているんで、分かりづらくなっているんですが、このあたり、一つ一つ精査をしてくると、あのこれまでの解釈の補充というものを、まあ、ここの2月13日のレクで、 行ったという人は否定している人はいないということになってきます。この認識でよろしいでしょうか。まあ答えることは難しいという,ふうにおっしゃるのかもしれませんが、これまでのご答弁をまあ考えていくとそういうことになるんですよね。無党政策立案総括審議官、え繰り返しになって恐縮でございますが、あの。 個々の内容までは覚えていないという者が何名もございますので、そこで現時点では正確にお答えすることは困難と申し上げたいと思います塩村綾香君、はい、少しずつ言葉が短くなってきました、個々のことを覚えていない人がいるというところまで短くなってきたわけです、つまり、まあ、ここの2、えー、と3の部分ですよね、覚えていないっていう人がいる。だけれども それを認めている人たちが複数いるっていうところが、まあやっぱりここのポイントで、まあ解釈の補充の話をこの2月13日したということは否定ができないというのが、まあ今日のまあ大きなポイントではないかなというふうに思っています。あの本当にギリギリのところで答えてくださったなというふうに思っています。で、ここであの高市大臣にお伺いをしたいんです。あのまあ解釈補充 ですよね政府いうところの解釈補充です、私たちが言うところの解釈の変更なんですが、これはイコールなんですね、使っているところで、この解釈補充によって政府の言うところの、まあ、報道に萎縮が起きているとは考えていないでしょうか高市国務大臣。すみません、ちょっと先に説明をさせていただきたいんですが。 あの今、あたかも2月13日に、その解釈の補充に関する、えー、説明が私に対してあったかのように、まあ、委員は断言をされました、まあ、しかしながらこれあの、安藤局長から資料に沿って説明、また補佐官からの伝言と書いてあります、で今回の整理を決して放送法の重来の解釈を変えるものではなく、これまでの解釈を補充するものである、えー、などと書いてあって、 そしてあの大臣のご了解が得られればの話であるが、磯崎補佐官からは、本件を総理に説明し、国会で質問するかどうか等の指示を仰ぎたいということとか、それから私の言葉として、あの1つの番組の極端な場合の部分について、この答弁は苦しいのではないかなど書かれていますよね、で、あの繰り返し私はあの答弁をしておりますが、 2月の時点で、その5月の委員会の答弁の案についてです、ね、あのこのレクチャーを受けるということは、まずありえないということ、それからその磯崎補佐官が、まあ、そもそも放送法に何らかの興味をお持ちで、情報流通局の職員を何度か呼んでおられたということも、全く知りませんでした。 あの今年の3月になって、小西議員があのその資料を示されて、これを読んどくようにということだったので、読んで、びっくりいたしました、仮にこの2月のこれ、もう半ばに近い時期に、磯崎補佐官があの情報流通行政局の職員を何度も呼んでるということを、もし私が知っていたら、磯崎補佐官に抗議の電話をしたと思います。 あの今、の部局は大変忙しい、NHK 予算提出の直前で、でも与党審査などで、本当に大変な状況の時期に、なんてことしてくれるんだと。 あの働き方改革について私は精一杯のことをやってきたつもりですよ、だから猛烈に抗議をしているはずです、これ、礒崎さんの名前がここに出てきたので、私はもうびっくりいたしましたし、このようなやり取りをこの2月の時点でやってるはずがないと。 あのそれをお示しするために、私はあの参議院の予算委員会の表をいただけましたので、資料を提出しました、もしこの時点から、1つの番組とか番組全体ということでですね、そのあの補充的なま説明というようなあのことをあの、しっかりと大臣室の3名が、ここに名前のある大臣室の3名が聞いていたら、5月12日の前夜の5月11日に、 まあ、あんなななドタバタバ劇にはならなかったわけですねあの私はあの番委員会前夜に番組で全体で見ることと一つの番組で見ること、まあ、こ,れこの関係が明確に、まあ、実は理解できなかったんです。で答弁書の案を見たときにその番組全体で見る中でこの一つの番組を見るという、まあ、従来の解釈ですけれども。 それをなんか超えて番組全体を見ずに一つの番組だけを見る場合があるっていうふうに誤解を与える答弁になっちゃうんじゃないかと。 え思って、まあ、それで大臣室に、ちょっとここの書きぶりどうなんだろうかということで、えー、押し返したわけでございます、でまあ、その後、あの直接の,あのこの情報通信関係の秘書官は松井秘書官ですから、まあ、松井秘書官に携帯で何度も電話をして、ですねちょっとこれは私、納得できない、このとおりには言えないと、でまあ、それであの平川参事官というのは当時、大臣室長でございました。まあ、かなりこの法律 オタクといったら悪いんですが法律には大変厳しいあの方でしたので、まあ、そのずっとやり取りが続いているのを見てあの、まあ、当時の平川参事官がです、ね、あの原価にあのもっとこう整理を論点を整理するようにということでこの放送事業者の番組全体で考えなきゃならない論理的根拠や一つの番組でも判断することがあり得ることの整理 まあこういったことをですねちゃんとあのきちっと大臣が分かるように説明しろということで、大臣室から担当課に説明を求めて、提出していた文書、メールの下の添付文書というのは、その委員会前夜に私がいただいて、それに目を通して、こういうことなら、 納得ををししたた上で答弁をしたものだったんですだから2月にこのようなやり取りがあるわけないとえいうことをもう本当に見た瞬間に、えー、あのこれは感じましたので、ぜひともあのそこはご理解をいただきたいですし、まあ、総務省の方でも、あの私や大臣室の2人にもまあしっかりとですね、あの聞き取りをしていただきたいと思っております塩村綾香君。 あの私はあの大臣が主導してやったと思ってないんですね、前後のやりといろいろ見ているので、全部、あのお忘れになっているときもあったという記述もあったので、そんなにコミットはしていないというふうに思っているんですが、ここのレクっていうのは否定する人がいないというところが、きょう私は申し上げたかったことです。 で報道に萎縮が起こっているのかいないのかということを、私は大臣にお伺いをしたかったというふうに思っています。今のお話をいろいろ聞いてくると、まあ、報道だけではなくてですね、官僚の皆さんにも移植がやっぱり起こってくるんじゃないかなというふうに、私は懸念をいたします。あの最後なんですが、八見ていただきたいと思います。2015年、統一地方選がありました。私この日にですね あ分かりました民放に出る予定になっておりました、当時、無所属で、地方議員でした、全く国政も政党も関係ない、だけれどもキャンセルになりました、理由を聞いたら、上部、経営層が非常に政治に気を遣っているから、今回は遠慮願いたいということでしししたた皆さん本当に一宿ををととといいううことを申し上げて質問を終わりりまますありがとうございました。